おはようございます、下野正弘です。今回はたるんだお尻を引き締めるヒップアップトレーニングを紹介します。それでは早速始めます。中臀筋トレーニングをやっていきます。横向きになっていただいて、下の膝このように軽く曲げて上の足を伸ばします。上の足を伸ばしていただいて、そして足の上げ下ろしですね。足の上げる高さは自由でいいです。股関節のですね、柔らかさによって全然違うと思うので、ご自身のですね、上げやすい角度で結構です。そうですね、これをやっていくんですけど、この時にですね、特に女性の場合ですね、足持ち上げた時に骨盤がグーッと動くんですね。下戻して足を持ち上げると骨盤が前側の方にグッと行ってしまうんですね。なのでご自身で骨盤を押さえてみてください。骨盤をグッと押さえて、この状態から上げ下ろしをやっていきます。それではですね、一緒にやっていきます。30回、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、 OK です。次は反対側をやっていきます。横向きになって下の膝軽く曲げて、そして骨盤をしっかりと押さえていきます。30回、せーの、1、はい、2、はい、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、OK です。次は股関節の外旋筋と呼ばれる筋肉をですね、トレーニングしていきます。これはお尻なんですね。お尻の筋肉って何層にも重なっているのでですね、細かい筋肉ってたくさんあるんですね。やり方としては横向きで両膝を軽く曲げます。この時ですね、膝がですね、おへそよりも前にある状態を作るんですね。この膝が後ろに行くのではなくて、膝はおへそより前です。でこの状態で上の足ですね、パカパカ開くだけ、開いて、これで股関節の外旋筋ってお尻の筋肉、お尻の奥の筋肉ですね、お尻のインナーマッスルが鍛えられるんですけど、この時の注意点としては、あまり頑張って上げすぎるとですね、骨盤がぐっと開いちゃうんですね。おへそが上向いてきてしまうので、そうなってくるとお尻に効いてこないんですね。注意するのは、骨盤は立てた状態でですね、おへそも胸もずっと正面向けた状態、そこで膝をふわっと浮かせる感じ、ぐわっと浮かせるのではなくて、ふわっと浮かせるイメージですね。これも同じく骨盤を押さえていただいて30回いきます。せーの、1、はい、2、はい、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、OK です。次、反対側いきます。反対側も同じようにいきます。せーの、1、はい、2、はい、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、OK です。次は大臀筋トレーニングですね。膝を曲げて、足首を反って、トントントン、これを30回いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、
15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、OK です。はい、それでは反対側も同じように膝を曲げて足首反っていきます。30回、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、OK です。どうですか、こっちやりにくい、やりにくいですよね、こうなるんですね。これなぜかと言ったら、うまく大臀筋で右と左って同じく使えてないんですよね。これ今トレーニングで使えてないってことは、日常的に右の大臀筋と左の大臀筋って使い方がバラバラなんですね。そうするとヒップが安定してこないので、トレーニングの目的としては大臀筋を出力させるってことなんですね。出力っていうのは使いやすい状態を作っておくっていうことがすごく大切で、あんまりこう上げることを目的するのではなくて、うまく使えるようにするっていうのがすごく大切なんですね。こういう風なトレーニングをやっていると、少しずつですね、大臀筋が使えるようになるんですね。使いやすくなります。最初はできなくても、ちょっとずつですね、毎日30回ずつ繰り返していくと、大臀筋の使われ方が上手くなってくるんですね。で、この大臀筋の使われ方が上手になってくると、ここのハムストリングス、ももの裏が力が抜けてくるんですね。ここが柔らかくなってくるんですね。そうなってくると、お尻とこのハムストリングス、もも裏の境目ができてくるんですね。これがすごく大切で、お尻がたるんできたり下がってきてしまう方っていうのは、この境目がなくなってきますよね。これなぜかって言ったら、ここが頑張りすぎちゃってるんですよ。もも裏が頑張りすぎてしまうことによって、境目がなくなってきてしまうので、境目を作るためには、この大臀筋を使いやすい状態にしておく。少し時間はかかるんですけど、継続的にすることによって、この境目を作ることができるので、ぜひですね、焦らず、これあまりこう一気にやってしまうと腰に負担かかってきてしまうので、できれば30回ぐらいで、1日30回ぐらいでやめていただけるのがベストです。それよりも毎日続けるというのがすごく大切なことですね。今日やったのはですね、中臀筋と呼ばれるお尻の横の筋肉と、あとは外旋筋と呼ばれるお尻のインナーマッスルの部分です。そして最後やったのは大臀筋ですね、お尻全体を覆っている筋肉。この3つをしっかりと継続的にすることによってですね、ヒップアップ効果が出てくると思うので、ぜひですね、継続的にやってみてくださいね。はい、改めまして、アヘアホ体操の下野正弘です。このチャンネルでは、アヘアホ体操が12年間培ったノウハウを惜しみなく発信しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。アヘアホ体操楽しいですよ、ワクワクしますよ。あーへー、あーほー、あー。